おはようございます、本日からまたローカーボーが始まりました。これでもうラストサイクル目になります。この3日間のローカーボーが終わってハイカーボーを迎える頃には大会前日っていう形になります。いよいよここまで来ました。いや、なんかここ数日の精神状態とか体の状態としてはめちゃめちゃ安定してて、ほんとちょっと前ぐらいまでの止めどない食欲、溢れ出る食欲、止まらない食欲が落ち着いてます。何なんだろうこの現象は。やっぱりもうすぐ終わるってなってるから多分精神の方が安定してんのかな。昨日から水分と塩分のローディングが始まったんですけど、塩分の方はぶっちゃけ数字も提示されてるわけでもないし自分で提示してるわけでもないので本当に感覚っていう感じにはなってるんですけど、まあ気持ち少しずつ減らしてるっていう感じです。塩はで、水は昨日が3リットルで今日が 2.5 リットルって感じなんですけど、今までデフォルトで4リットル飲んでたから正直喉乾いてますねずっと。で、コーヒー飲むとかプロテイン飲むとかそういうのの水も結局 2.5 リットルの中から出さないといけないので喉乾きます。もう今日これからトレーニング行くんですけど、もうあとね2リットルもないんですよ今日飲めるのが。ちょっと前半午前中に飛ばしすぎましたね。こっからトレーニング行って今日明日はお仕事があって夜10時まで働くので調節しながら飲まないといけないですね。まあまあ何もかも不安にね思っててもしょうがないので、着々と準備の方は進んでて必要なものもだいぶ買い揃えたし、あとはやんなきゃいけないのはシェービングなんですけど、全身のシェービングなんですけど、スプレータンニングをするにあたってやっぱり産毛とかがあるとカラーが入りにくかったり浮いてきちゃったりするのでシェービングをしないといけないんですけど、背面とかのシェービングとかって自分じゃ見えないので、そういうサロン行こうかなと思って探してるんですけど、どこがいいのかわからなくて、もしおすすめとかあったら教えてほしいです。女性が行けるところで、ブライダルプランがあるところとかってめちゃめちゃ結構高くて、いやでもシェービングってそういうもんなのかな。いや本当に大会出るには本当にすごいお金がかかるなって思いました。タンニングスプレーするといろんなとこに色がついちゃうので色をつかないようにケアしないといけないんですけど、私の場合地方大会に出るのでホテルに泊まるんですね。でホテルに色がついちゃったらいけないので、ベッドとかもシーツに色がついちゃったらいけないので色移りしないように自分シーツを持ってくんですけど、昨日ニトリで探してなんかいい感じのを見つけてそういうのも買ったりとか、あとはあそうだファンデーション的なのも買わなきゃいけないんだ。ファンデーションとシェーディングっていうんですかみたいのも買わないといけないし、そういうのも今までにやってこなかったからちゃんとできるか心配なことはいっぱいありますが、まあやってみないと何でもわかんないので、でやったらそれが経験になるので今回すごくいい経験させてもらえてるなって思ってます。そんなわけで今日はこれからトレーニングに行って仕事行って帰ってきてという感じになります。この後動画撮れるかな。私どうもトレーニング中とか動画回してると気が散っちゃってあんまりトレーニングに集中できないので、今後あんまりトレーニングの動画が上がることはないかもしれないです。たまにねもしかしたら回すかもしれないけど、そんな感じで今日も一日頑張りましょう。